じゃあもう普通に俺、はい、タッキーって呼ぶね。あ、全然、なんて呼ぶの？俺は、アッシー。アッシーで、うん、アッシータッキーで。てか、あの、マスク取ってよ、はい、あ、なんか恥ずかしいんですけど。かわいすぎる。じゃあうるせえなもう。うるせえなもう。うるせえな。ふざけんなよお前。お前うるせえ。いやいや、ふざけんなよお前。デート二人きりの話だろ今日。念願を叶えてくれたんだもんね、前のロケの時に。何が？女子アナとやりたいな。そのロケをね、ロケをね、ごめんなさい、ね、変態親父この野郎、変態親父じゃねえかお前。なんでお前すれてんの、お前言葉の選び方がさ。秋山さんは何かを作れるんですか？何だろうかですもんね。あんまり料理しないんですよね。あ、しないんですか？そうなんですよ。じゃあもう料理できる男もいいですね。あ、いいですね、めちゃくちゃ。スって言ってた。料理できる男好きです。結構できるよね、普通に。いや、お前絶対やったわ。できる？何？野菜炒めとか。野菜炒め。何が？すごいやつは無理だよ。また付き合ってんだろ、なんか好きなんだろ。ちょっとタイプだね。タイプ。俺も今日はよ、アシストするから。これ開けていいってないよね。それはね、そこまではサービスできないよね。買う。お姉さん買う、これ。どうぞ。いただきます。どうぞ、食べてください。それは一杯。うん。どうですか？めっちゃ美味しいな、ほう。でも、いちごうまいな、お姉さん。これ、いいね。これ、うまいね。しまってんじゃないよ。何やってんだよ、お前。なんで下手しまってんの？やだやだよね。マジでお前マジでそんなんってお前俺の気持ち的にするのか。下手下手なんでドッキリ仕込んだ。ねえ、竹山さん、ちょっと嫌です、ね、やだよ。